皆様こんにちは。今回はオーストラリアのスズキ純正のダッシュボードマットを手に入れましたので、どんな感じかご紹介します。まずそもそもダッシュボードマットってなんやねんと、簡単に説明すると、車のダッシュボードの上に敷いて窓ガラスの映り込みを軽減して前を見やすくしてくれるものですね。夕方とかに運転してると、フロントガラスにエアコンの穴とかダッシュボードがガラスに映り込んだことありますよね。あれがほぼほぼ消えます。これまでに何回かダッシュボードマットは紹介しているんですが、今回はスズキ純正のダッシュボードマットです。日本のスズキではなく、オーストラリアのスズキです。1年ぐらい前から使っている同じくオーストラリア製のサンランドというメーカーのマットと、今回のスズキ純正を比較してみようと思います。こんな感じで折りたたまれた状態で届きます。見た感じ、これまでに何回か紹介してきたマットとほぼ同じですね。2つとも触ってみた感想ですが、スズキ純正の方が若干生地が薄くて、色も真っ黒ではなくちょっと薄めですね。使われている生地はベロアカーペットという素材です。これまで使っていたサンランドのマットの素材はプロテックスという消防服にも使われている燃えにくい素材でできています。2つともほぼ見た目は同じなのですが、違うところが裁縫のクオリティ。サンランドはこんな感じで丁寧に裁縫されてますが、スズキ純正はこんな感じ。純正品の方が約6000円さらに高いので、ここがちょっと残念ですね。あとはエアコンの穴の形が変わってます。縫い方とマットの素材、エアコンの穴の形以外はほぼ一緒ですね。マットを取り付ける前の注意点ですが、スイフトスポーツのダッシュボードには2箇所センサーがあります。これとこれ。このセンサーをマットで覆ってしまうと、オートライトが誤作動を起こしたりするので、純正マットにはあらかじめそこだけ穴が開いています。これまで使ってきたサンランド製もあらかじめ穴が開いてましたが、穴ずれがあったので自分で切りました。今回のはスズキ純正なので、そのまま置けると思いますので、僕の車には ETC のアンテナがついているので、そのアンテナの部分だけ切り取ってそのまま置いてみようと思います。はい、スズキ純正でも普通にずれてましたので、今回も切りました。切り方のコツとしては、あらかじめ切ってある穴より少し大きめに切るといいと思います。マスキングテープを使って切る位置を決めると楽ですね。もし僕みたいに ETC やナビのアンテナがダッシュボードについている場合は、そこも合わせて切る必要がありますが、大体の位置を確認してマスキングテープを貼り付けて、それに沿ってカッターで切るだけですね。簡単に切れます。切り抜けたら、あとはダッシュボードに固定するだけ。固定方法ですが、付属のマジックテープでマットとダッシュボードを固定します。正直テープをダッシュボードに貼るのってちょっとネガティブですが、マジックテープで固定すると運転中にずれることがなくなるので、貼った方がいいと思います。それでは実際にダッシュボードマットの効果をお見せします。これがない状態。かなりエアコンの穴とかダッシュボードがガラスに反射して前が見にくいですよね。こちらが今回のスズキ純正。ほとんど映り込みが消えましたね。ダッシュボードマットの他の効果として、夏の車内温度の上昇を抑える、紫外線によるダッシュボードの劣化を防ぐといった機能があるので、なかなか機能的なマットですね。見てわかるように、スズキ純正もサンランド製もほぼ映り込みに差はないですね。結構スイスポのガラスの反射が気になる方多いと思うので、ダッシュボードマットは本当におすすめです。反射がなくなることで目も疲れにくくなるので、メガネコンタクトユーザーの方にはかなりおすすめします。今回紹介したダッシュボードマットは概要欄にリンクを貼ってありますので、気になった方はぜひ見てみてください。以上、オーストラリアスズキ純正のダッシュボードマットのご紹介でした。
この動画が1ミリでも良かったよと思っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた、ありがとうございました。